やっぱり小池先生は自由人なんですすねそう思いいいまましした大変厳しい戦いを続けております小池先生にはぜひ、えー、そこのところだけはぜひご理解いただきたいと言いましたけれども、まあ、時間がないと石原都連会長は小池氏が都議会解散を公約としたことについて都知事に解散権はないと指摘しましたまた辞退されるとは聞いていないとした上で 小池氏から受けていた推薦の要請については、週明けにも本人の説明を聞いて判断したいとしましたこれに先立って、参院選投開票日の10日に東京選出の国会議員を集めて経緯を説明する方針です